どうも、パイティオチャンネルパパティオです。ママでーす。今回は買ってよかったギア紹介していきます。よっ、久しぶりですね。そう、ギア紹介自体が久しぶりです。だ、今回はほんまに使ってよかったギアを紹介していくんですよね。そうです。それでは早速行ってみましょう、はい、どうぞ。じゃあまず、はい、1つ目。お、1つ目いきます、はい、こちらです。こちらはスピナッチのドリアン。ドリアンシェードっすね。ゴールゼロのここにもかかってる白と黒、白とまさかの、はい、はい、違いませんあれあれやね、あれあれあれ、はい、すごい黒いけど、灯すと結構グレーな感じになるね。白はもっと明るくなるね、うんうんうん、このフォルムがめっちゃ可愛いよね。ドリアやな。そう、だからこう引っ掛けてもよしと、置いてもよし。めっちゃかっこよくない？この荒々しい、トゲトゲしいな、トゲトゲしい感じ。もうパパさん、そのまま、そのものや。パンクっすよ、パンクこれじゃん。パンクじゃない、ロックロックこれぞロックですよ。あ、病的な。そう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 、それパンクやんかパンクやん、それこれです。じゃあ1つ目は、はい、スピナッチのドリアンです。かっこいいはい、じゃあ続きまして、ママさんの1つ目、これです。風ともりさんのグラス、これフィールドスタイルで見っけて可愛いすぎて買ったよね。2個買えばよかったと思った。せやね、白と黒はあって、白の方も買ったら2個並べたら可愛かったなと思って後悔しております。後悔してます。これ落としても割れへん。それがいいよな、落として割れへん。ガラスじゃないんですよこれ。落として割れないのはポイント。ほんまに割ったことあるもんな。シェード、シェード割ります割れるもんあかんと思う、キャンプで。ちょっとな、うん、気使うところが増えるもんな。風吹いたらもうビクビクしてなんかや幕がな、そう、幕ギリギリでレイアウトしてもファ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 だったらもう安心できんや。これはいいな、確かに、うん、これはもう気に入ってます。気軽、気軽、気軽なんですよ、うん、一つ目はこの風ともりのグラスでした。はい、いいですね、これは、はい、じゃあパパさんの2つ目、いいですか。はい、2つ目はこれです。出たー出たなー。サウスウィンズ、サウスウィンズのスタンドです。はいはい、これよう使うもんね。そう、動画でもちょこちょこ出てくるんだけど、うん、まあ、ここにオーディガン、うんうんうん、つけて、ここに外の、ウィンドマスター、うん、ウィンドマスター、ウィンドマスターつけて、うん、で、五徳置いて、マルチグリドルも乗るもんね。これめっちゃ便利やね。フラットバーナーで料理してるとき、その横とかで簡単なものを炒めたりとか、同時にお湯温めたりとか、とりあえず便利やね。で、気軽やねんな。買ってよかったな。3段階そう、足も3段階、これがマックス。いいわ、これはいいわ、うん、これいいんすよ、うん、ほんまにいいんすよ、教えてんねほんまに便利やねうん、ほんまに便利やな。でもこれだけだと安定せんやから、五徳、うん、は絶対に買った方がいい。そうそうそう、あの五徳も800円ぐらい、800円ぐらいだったかな、うん、安かったと思う。安いよな。2つ目はサウスウィンズのスタンドですこれは便利、これは便利、うん、はい、じゃあ私の2つ目、これです。出ました。この間買ったばかりやんだけど、まあいいのよ。このポット、このサーモメーターはまた違うメーカーさんやねんけど、なんか100均とかでも売ってんねんけど、油温を一番正確に測ってくれるらしい。誤差がない。やっぱ100均のやと誤差があるらしい。で、ポットもこれ珍しくない、取っ手がないの。主な実際使ったけど、取っ手で入れるよりも精密な動きができるというか、そう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 、あのコントロールしやすいねんな、めっちゃ、うん、だからもう手首だけ、もう直なんですよね、うん、そう、もうめっちゃこれ入れやすかったっす、ほんまに入れてて。これはいい、うん、大正解。どこのなんですかこれ、
これはね、コレスや。コレスっていうポット。そう、ポット。だそうです。です。あの、ぜひ、あの、売ってたらチェックしてみてください。使いやすいよ、これはほんまに。ほんまに使いやすい。すごくわかる。はい、私の2個目はこのセットです。コーヒーポットとサーモメーター、コレスでーす。おい、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、3つ目3つ目はね、これと言いたいところなんですけど、ほう、実はこっちなんですよ。お、これはあの、尼崎を代表するあのナップさん、ナップさん、ナップさん、ティーヒーターのごとく、うん、こうですよね、うんうんうん、でこれが、あの、なんて言ったらいいのかな、あのね、今回は実際に使って良かったギアなんか、だからこうなんていうの、親和性が結構あんねんな。あ、わかります。わかった。ちょっとわかっていただきました。このこういう使い方をするんですよ僕は。サウスウィンズのスタンドに、うん、ティーヒーターをつけて、すごいカスタムできるもんね。で、ごとく、うん、今までティーヒーターの電話ってめっちゃ少なかったやん。うん、少なかった。買ったけどほんま使ってなくて、うん、去年なんか1、2回ぐらい、うん、使う。このごとくを買ってからめっちゃ頻繁に使うの、ね、毎回使ってると思う。と例えばこれで温まんのもちゃうねんな、うん、このスタンドがあって、うん、こう地べたに置いてちょうどいい距離感、うんうんうん、でそれが言ったらもうそのままオーディーカーのままやったら、うん、例えばちょっとテーブルの上に置かなかったりとか、はい、地べたに置いて温まらないよ、うん、これはもうこのまま、うん、ちょうどいい高さに来て、でそこで、うん、おい、やかましな、すいません。すいません。ピロピロピロ。夜は、うん、ホットワイン、うんうん、温めて、で朝はコーヒーなんですよね。冷めたコーヒーもちょちょいちょいで温める。それだけもね、安定するしよ。でも全部がこうつながってくるアイテム。うん、これ買うことでキティヒーターもかっこよく使える。うん、でこれを買うことでキティヒーターをさらに便利に使える。実際使ってよかったよかった。中野さんのお気に入りのナップさんのキティヒーター。おい、ピロ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 。ティーヒーター専用ごとくです、うん、これはすごい、はい、ほんまに便利です。便利。はい、じゃあ私の3つ目こちらコーヒースタンドです。これはね、なんとゆらぎアウトドアさんとスパイティアオのロゴが入ってるんですよ。これがまたね、あのまだあのもったいなくて2回しか使えてないんやけど、こうなしてここでドリップすんねんけど、最後のなんかいらん汁みたいなの出るやんか。その時にちょっとこうずらして横にあの下にシェラカップなりなんや置いとったら、いらん汁が入らないんですよ。こうスライドできるっていうね。はい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 、うん。でまあ、スライド制限の時はもっと狭めて使えるっていうのもあるし、もう自由自在、この真鍮のところも可愛いし、はい、ということでコーヒースタンドです。見た目もかっこいいやん。なんか合ってるもんな。合ってるよ。木目と真鍮っていうのがまた気に入ってる。いいですね。うん、私はもうこのコーヒーセットで終わりを迎えたんじゃないかなって思います。ぜひあの終わっていただきたい。終わっていただいて、はいはい、3つ目はこちらのコーヒースタンドでした。4つ目、私言っていいですか。はい、私はですね、次はこちら、うわ、オピネルの、はい、ナンバーナイン、ナンバーナインです。はい、これはオピニオンナンバー9のスピナッチのこのグリップ。おお、すごいな。これなんですよ。急に男気ある形になって思って、めっちゃかっこよくない？すごいな、このシルエット。うん、荒々しく
なあ、かつ繊細持ちやすいもんね。グリップがほんまもうジャストフィットやね、うんうん、わかります？こうで、今までフェデカのナイフ使ってたやん。あで、あれは切れ味がめちゃくちゃ良くて、うん、で色も黒で気に入っててんけど、うん、このナイフを軽いやんか、ここがめっちゃ、ほんで、ああ、クイってなるもんね。クイってなってて、うん、それちょっと油断した時にキュッサーンってそう、キュッてくる時あるやんか。あるあるある。例えば何かの拍子でパッてこうひっくり返してた時にヒュッてくる時あるやん。危ないよなあれ。俺怖くて、うん、切れ味もいいから、うん、ヒュッてなる。ピネルはそんなことない、きっと止まってくれるもんね。でもあれやね、チーズかトマトしか嫌いやろ。私はね、チーズオアトマト、たまにニンニクの芽みたいな。このナイフいらんやろっていう。もったいない。すごいやろ、うん、もったいないんだけど、このグリップがかっこよすぎて。そうやな、フォルムサーって切れろ、もうここパーって切れてまえ。すごいってめっちゃかっこいい。こうやってこれ危ない、お前俺はずっと佐藤浩市ちゃん佐藤浩市ちゃんで行かれないやつ。今まだあのドリアンに似てる。でこれのね、ベントラックスの焚き火ドームのグリップも好きなやつに使ってますけど、かっこいいな、ほんまに。これでだから次はほんまに何、トマトビロン、いや、そうつけブワー肉焼いてブワーって切って、うんうんうん、そのままあっナイフでこうはいてさてこちらはいはい、スピナッチのね、もう、うん、ナンバーラインのこのグリップです。グリップね、これです。かっこいい、かっこいいよさすがです。はい、次ママさん、はい、私の4つ目はこれです。これでーす。バリスの枕です。これはほんまにめちゃくちゃ買ってよかった。これだってさアッソムの、うん、これリアルツリーやんな。そうめっちゃ合うねんな。そうほんでつけれるっていう、ここがねゴムになってるから結構いろんなもんに合わせれんねんな。そうどうしても、大丈夫もう老眼でなそんなもう任しときや言うてこのと2人とも老眼ってそれやばいな、やばい、キャンプできるのもここね、ここそう、ここにもジェリーマルキスもあるし、つけれるんすよね。そう、ここにつけれるし、もう最高やなよこれ。これはもういいなと思った。最高やで、しかもこれカバー洗えんねん。ちょいや、そうだからキャンプってやっぱり汚れるから、超汚れる。ほんで枕って汗とか気になるやん、よだれとか。そう、僕はあんま気にしない。よだれしか流さんやん。汗よだれは気にしない。これで言ったらカバーをなくさへんようにここに入れとくって。はいはいはい。そう、カバー問題も解決する。そんな枕です。夢のような枕やんか。夢のような枕で夢見てますいつも。めちゃくちゃええやん。めっちゃいいじゃないですか。はい、じゃあ私の4つ目はバリスの枕でした。じゃあ次私ですか。はい、5つ目はこれです。出たこれ、タキリズムのフライパンと、うん、中華鍋ね。あ、はい、すみません。タキリズムの中華鍋とお玉でーす。これが可愛いのよ。これだから実際これで炒め物したやん。うん。焼き飯ね。焼き飯ね、うん。もうそれまでは料理自体があんまり好きじゃないねんな。あ、うん、そうやな。作るという行為自体がもうわかる。煩わしい。だからソロキャンプ行ったりしたら、うん、もう切って炒めるだけみたいな、あ、になるし、うん、朝なんかな、もう作りたくないのよ、うん、作りたくないし、食べたくないって作れんねやったらもう食べゆっくりして、もうコーヒー飲んで帰りたいみたいな、うん、そんな僕でも
うん、炒めてて楽しいっていうやばないだこれでもうほんまに料理したいなって思うね、うん、し続くのからどん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 していく、うん、めっちゃ可愛くない？可愛いよこれ。いや私がでも言い出したんやで、これ欲しいって。そう、俺の方が欲しい。いや、俺の方が欲しいってなった。いや、私欲しい欲しいってなったよ。これめっちゃいいよ、ほんまに。うん、やろ。わかる、この音。あんまこすらんとって。これ、うん。料理やるぞっていう気持ちになるんだ。やってくださいよ。もう見た目もほんま可愛いね。うん、可愛い。ほんまに料理が楽しくない。新しい世界。そうやね、うん、新世界だー言うてこれ5つ目かな。はい、私の5つ目はこちら、焚き火ズムのフライパンと、違う、中華鍋とお玉でーす。はい、何でもフライパンこれ、はい、はい、じゃあ私の5つ目、はい、登場。はい、ブリエスタのクリアとアンバこれはもうマスターよ、これ使ってよかったっていうか、もう見た目からもういいやほら、すごいのよ、光の分散が。もう思い出のある一品やね。うん、これはね、前の動画にもあったけど、これはいろいろあった、アンバ。そう、ほんでその後にクリアはね、私出会ってしまって、個人的には俺やっぱりクリアが好きかな。まあクリアいいよな、やっぱクリアはいいと思う、めっちゃ、うん、綺麗さだな、伝われへんな、暗闇でこれ光ったらもう最高やから。かけてもいいし、かけるよりか俺置く方が好きな、ブリエスタって。あのやっぱ下にもこう光分散されてるから、ブリエスタはなんか置いた方が可愛い、うん、そう、この前2個並べて置いた時めっちゃ可愛かった。可愛かった、これってほんますごいよな、アッツアウトドアさん。そう、これはほんまいいもん使ったなって。私はもうずっと欲しくて、ずっとずっと欲しくて、やっと手に入れたブリエスタ。傷ついたらまた買ってもらう、今度は。あの種類めっちゃあるな。そう、確かめっちゃ言うか、あと2種、あ、赤、レッドと、うんうん、あの、あれよ、ダイヤみたいな感じ。そうそう、つぶつぶ、あの、はい、あれね、5種類ぐらいちゃうかな確か、今は。もう、あの、そんな後悔は繰り返さへん、これからは。欲しいと思ったら買います。はい、やめてくださいそれはやめてください、考えてくださいはい、じゃあ私の5つ目ブリエスタ、ブリエスタです。アンバーとクリアですね。はいはいはい、じゃあ次私ですね。はい、次はですね、6個目、こちら。お、これはブラックスミスのごとくです。ミックディーネ、うん、ようやね、ごとくなんですよ、これ。これははい、そもそもほら料理に興味がなかったんやから、焚き火ズムのこのフライパンでこう料理したいっていう気持ちになって、やるならやっぱ焚き火でやりたいよねっていう。焚き火ズムやからね。そう、うん、でじゃあ焚き火でやるためにはどうするかと、うん、じゃあ料理するってなったらやっぱ五徳いるでしょうっていうことで。置かれへんもんね、五徳。これがあるとないと全然ちゃうんすよ、これね。ビッグディーネこの上にこういうことね、ガッチャンコ、かっこいい、こういうくらい？めっちゃかっこいいね、これ。うん、ほんで、こうする。そういうことやね。こうです。焼き飯美味しく作れたもんな。絵、うん、にしかならんやろ、これ。絵にしかならん。やばない。絵にしかならん。こうなんすよ。だ結局、そのなんか使って、よかったりやって、やっぱ、親和性が自然と出るよね。確かに、うん、これを使うためにこれ、これを使うためにこれ、うんうんうん、これで幅が広がるの、またそうや、焚き火台のほんまや。今までこうな、このかっこいい見た目を見ながらこう火に癒されてたんだ、
プラスアルファ料理が入ってくる。ご得があることで。やばないですか。これもすごいよな。6つ目。はい。ビッグディネのご得。ご得です。これは買ってよかったね、これは。じゃあ私これで最後になります。最後ですか。はい。出ました。こっちやな。ベリエワークスさんの毛皮です。これはブラックパンサーで、これもあります。これはランバージャックにつけれるとかね。もう最高やこれ。もうゾーンやこれもやなんか縁があってこんだけ揃えれたっていう。うちの猫と同じ毛でそう、これはもうでも猫ちゃんが、猫ちゃんキャンプ一緒に行かれへんくてもこう一緒にいつも一緒だよってそうなんちゃうそういうことやんな。そうだからもう猫ちゃんと一緒の毛でもうあったかいから、これは本当にあるとない人じゃもう全然ちゃうから。そう、僕はこれ買ってもらえてないんでウサちゃん引いてます冬は。じゃあね、1回目のさフリートでさ、出店してたよ。してた、見た、うん、覚えてる？覚えてる。私あの時から言っててんで。だから私もあの頃からずっと言ってて、やっとですよ。ますね。うん、はい、ますやっと。これが沼への始まりや。欲しいやろ。え、欲しいやろ。欲しいよ。うさちゃんやからお尻しか高くないはい、ということで私の最後はベリエワークスさんのモフモフでした。以上です。私はじゃあ私最後言っていいっすか。はい、これワットノットのフォールディングソーもあればノコさんですよ。ちゃんとカチッとなもんね、ノコさん。なんでこれを買ったかというと、基本的に僕らは巻き割らないですもんね。うん、割らないです。巻きは、じゃあ巻きたい。巻きなんでやねそんなとこ揃えんでええねん。いつもやってるみたいなあれやん。巻き。巻きな。巻きは一回ママさんが、あとナタでやられてて、で、ナタだと、針葉樹やんな。広葉樹がもう、無理。割られへん、まず。あの歯が立たん、やっぱり斧ぐらいいかないと。でだから焚き火台もビッグディネ、もう全く割る必要がない。ボン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 掘り込んで、そのままボン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 、もうそのままな、うん、それが一番安全やし、そう、一番楽やから、それで行ってたんやけど、この五徳を使って中華鍋で料理するにあたって、その薪の長さがやっぱ出ねんな。でそれが出ると五徳が置かれへんから、そんな時に見つけたのがこのワットノットのホールディングソー。めっちゃ綺麗ね。この歯が Z ソーっていう、うん、歯。あ、そうなん。これがやっぱり知ってる人にはたまらん形らしいよ。伊藤さん曰く。めちゃくちゃ綺麗ねん、これ。知る人ぞ知るこの歯の形やねんて。すごいな。めちゃくちゃ便利。はい。はい。じゃあ以上ですね。以上っすね。ほんまに。盛りだくさんで。使って。実際に使ってよかったギアっていうみたいな。どうなんすかね、キャンプギアの行き着く先っていうのは、やっぱりその見た目なのか、実用性なのかっていうところ、ママさんの見解をちょっとお聞かせいただけたらなと。いや、私さ、思うねんけど、最近なんか、コスパとか、安いほどいいみたいな人多いやん。でもな、ほんまにいいと思って言ってる？なんかパチモンばっかりを。以上です。ちょっとね、私も思うところあって、いろいろ最近ちょっと考える。では見解としては、皆さん好きなものを買ってください。
ギアがこう世の中にこう溢れ返ってしまってる状態やからこそ、うんうん、自分にとってよりいいものっていうのを取捨選択していく必要があるよねっていう話。そうということです以上です。ということですねということです。はい、皆さんそれぞれ自分に合った素敵なギアを見つけて使っていってはいかがでしょうか。より楽しいキャンプライフをね。はい、以上アイデアチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございます。